東ゴリラは、哺乳綱霊長目ヒト科ゴリラ属に分類される、霊長類。ウガンダ南西部、コンゴ民主共和国東部、ルワンダ北西部模式標本の産地は、ルワンダ。体重オス 165kg、メス 90kg。猛威は黒いが、稀に褐色がかった個体もいる。鼻柱に突起がない。オスは、背の体毛が白くなる。以下の亜種の分類は、グローブス2005に従う。亜種の和名は、山際に従う。以下の形態は、年齢や性別によって変異が大きく、標本も少ないことから亜種間の識別点として、有効かどうかは議論がある。標高600から4100メートルにある自然林及び二次林に生息する。元亜種では、トゲのある植物の葉を手で折りたたみ、口内にトゲが当たらないようにする採食行動が報告されている。シロアリが生息しない高地に分布する個体は、少なくとも元亜種は植物についているダニやクモを無作為に食べることで動物質を補っていると考えられている。元亜種は自分の糞も含めた糞食を行い、腸内細菌の摂取や未消化の食物を再吸収していると考えられている。繁殖様式は胎生。妊娠期間は約255日。1回に1頭の幼獣を産むが、ごく稀にではあるが2頭の幼獣を産んだ例もある。農地開発や木材採取による生息地の破壊、内戦による政情不安及び生息地の武装集団による占拠、食用の乱獲、人間からの感染症の伝播などにより生息数は減少している。政情不安に伴い銃器が不法に流通し、密猟者に行き渡っているという問題も発生している。生息地では法的に保護の対象とされているが、密猟されることもある。生息地も国立公園や自然保護区に指定されている地域もあるが、保護区でも上記のように武装集団による侵入及び占拠や、保護区内での開発が許可されていたり、違法な木材採取などが行われることもある。1975年のワシントン条約発効時から、ワシントン条約付属書Iに掲載されている。日本では1961年5月30日に、東ローランドゴリラのペアがコンゴ民主共和国から日本モンキーセンターに来園しているが、それぞれ4日と8日でに死亡している。2021年の時点でゴリラ属単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。